それではね、こちらモノトーンカラーの、ウールコンリバーシブルニットのね紹介になります。はい、でこの生地の特徴なんですけども、まずねウールがねこう本日の中に入ってるので、ま、ウールのね素材感が楽しめるんですよね。まさにねこう秋からこう冬にかけてね活躍するそんなね素材なんですけども、もう一つの特徴がね表地がこうやってこう木調のグレーなんですけども、裏がね、黒のカラーでリバーシブルタイプのね生地になってるんですよね。ただ表と裏がね素材感が全然やっぱり違うので、個人的にはねまあリバーシブルっていうよりは表をねこちらぜひね使っていただいて、裏がね比較的こうサラッとした質感なので、その辺がね特徴的なリバーシブルのね生地なんじゃないかなと思います。非常にねこうサラッとしたね質感がね特徴的ですかね。はい、で次に生地の、ね、質感なんですけども、これねウールっていう名前が入ってるんですけども、中肉厚で、比較的に使いやすい厚みですね。イメージで言うと、例えばねニットならではのこう T シャツですね、まずトップスもいいと思いますし、あとねワンピースとかボトムス、オールマイティーねこう使える程よいねこう中肉厚のね生地になります。はい、そこもねおすすめポイントなんじゃないかなと思います。はい、で風合いなんですけども、非常に、ね、こう柔らかくてこうサラッとした印象ですね。着心地が、ね、すごくいいんですよね。秋冬って、ね、結構毛足があって好き嫌いは出ちゃうんですけども、あったかいんですけどね、ちょっとこうもわもわというかね、少し、ね、こう毛足が嫌だなとかって、ね、感じる方なんかすごく、ね、これサラッとした質感でね、その辺は、ね、使いやすいんじゃないかなと思います。はい、次、ドレープですね。ドレープはねすごくね綺麗に出ますね。シワもねなりにくくてねすごくね使いやすいタイプになってます。はい、透け感もねほとんどこんな感じでねないんじゃないかなと思います。はい、最後に生地幅なんですけども、こちらね155センチありますので、容赦くね余裕を持って取っていただけるタイプとなっております。はい、以上になります。作品のご紹介をいたします。プルオーバーを作ってみました。こちらねシンプルな、ね、デザインなんですけれども、襟がですねプチボトルネックとなっております。ボトルネックなのでこう、肩からね首元から立ち上がっている襟なんですけれど、その立ち上がりが割と低めのねプチとなっております。そしてね横も広めになっているので着やすいすっきりとしたねタイプになっております。ちょっとね首元アクセントになるんじゃないかなと思います。そしてお袖も肩からね下がったドロップショルダーになっているので、こうとてもね着やすいタイプになっております。ね、そしてシルエットもこのようにこう四角いねボックスシルエットになっております。でゆったりサイズにもなっておりますので、こうサクッとね気軽にね着ていただけるようなデザインになっております。でね脇も可愛いんですよ。スリットが入っているんですね。こんな感じでスリットが入っていて、前が短くて後ろがちょっと長めっていうのもねおしゃれな丈感になっております。で、ね、前の方は割と短めのね丈になっているので、こうしてねボリュームのあるねボトムスともコーディネートしやすいんじゃないかなと思います。ぜひねいろいろなデザインで作っていただけたらと思います。